皆さんこんにちは、あずです。今日はアドベントカレンダーシンデレラ風編をやっていきます。使うのはこちら、セリアで買ったアドベントカレンダーバッグです。フリルテープの端をライターで炙り、端処理していきます。端処理したらグルーガンでバッグに接着していきます。一周貼り終えたら、そのまま2段目に行きます。同じようにくるくる上の方まで接着していきます。上まで貼れたら、フリルテープをハサミで切り、ライターで炙り、端処理をします。端処理したら接着します。フリルテープの上にパーツを貼っていきます。一つ目完成しました。次にフェルトを使います。トレーシングペーパーにガラスの靴の絵を描き、セロハンテープでフェルトに接着していきます。接着したらトレーシングペーパーの上からハサミで切っていきます。切り終えたらグルーガンでバッグに接着していきます。グルーガンではなく他のボンドでも大丈夫です。2つ目が完成しました。同じようにトレーシングペーパーにお城の形を描き、フェルトにセロハンテープで貼っていきます。同じようにトレーシングペーパーの上からハサミで切っていきます。
細かいところは角度を変えながら切っていきます。切り終えたらグルーで接着していきます。3つ目が完成しました。次にトレーシングペーパーに馬車の絵を描き、セロハンテープでフェルトに貼っていきます。同じようにトレーシングペーパーの上からハサミで切っていきます。切り終えたら接着していきます。次にポスカを使い描いていきます。同じように油性マジックを使い描いていきます。白だけだと目立たなかったので、こちらにも付け足していきます。次にモールを使います。マジックで描いた線に合わせてモールを形作っていきます。
形ができたら接着していきます。馬車の上の部分にもパーツを貼っていきます。4つ目が完成しました。日付を書いたら完成。続きは次の動画を見てね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。